さ、土俵は吉風と垣添です。体格がほぼ同じ、1m77cm で140kg と 142kg、 どちらも大分県の出身で、宇佐市出身の垣添と佐伯市出身の吉風、しかもともに日体大の出身で、垣添が3年先輩という両者の対戦です。ですから最初の対戦の頃は吉風が、まあ、先輩負けしていまして、今9対4で垣添という数字になっています。このところ少し吉風も勝てるようになってきました。3年後輩の吉風です。さあ垣添立ち合いです。式守金太夫、もろ差しになりました。早い攻めでした。垣添の勝ち。まあこれはもう立ち合いで勝負あったです。まあこの垣添という力士は、まあわずかに相手よりも先に仕切りながら、完全に手をついて相手の動きを待って、そこから立っていきます。もう立ち合いだけで決まったという。そうですね、でも昨日の垣添の竹風戦です、はい、だったんですけども、はい、それも相撲すごい動き良かったですね、前に前に出ようとしてね、本当にもう止まること迷わず、もう怖がらずにどんどん出てますね、はい、今場所垣添ちょっと注目ですね。そうですか、はい、昨日は竹風、今日は吉風と小車部屋の2人を倒しました。まあこうして今日は2本刺しましたが、時にははず押しで一気に持っていったり、これが垣添の心情です。明日の玉鷲戦、これは好取組ですね。そうですね、大きな玉鷲とどんな相撲になるか、中に入っていこうと考えているんじゃないでしょうかね、はい、さあそれではその明日3日目の取組をここでご紹介しておきます。あ、これは東京タワーですね。2010年